セ相原の駅徒歩5分 1LDK 家賃8万5千円せーの、ひっくりくやしょうもな、しょうもなくないよ、ひっくり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 、はい、あ、すごいちゃんとひょっくりしてる、もう一回やっとく、せーの、ひっくりはい、バッチリだね、バッチリですね、ポニーテールも入れて可愛いね、そう今日は暑いので、ポニーテールにしましたね、はい、ということで一回片付けるそうですね一回片付けないと何も見えないですからね、何がするかみんなちょっとよく分かったろうから、うん、一回片付けよう、今日はね、うん、すっごい盛りだくさんで、今日は片付けをいっぱいやります、そうなんです、しかも今回、はい、今回イベント放送もあるということでねそう今回はあのこの放送時間と、うん、そしてイベントの最後にはね、私たちがそのスタバカードをもらえるらしいんです、今回プレゼント付きで、そうあのミニゲームで戦いましょう、頑張りたいと思います、でしかも、はい、今日食べ物が、あ、ね、スタバカード、スタバカードを X フライポテトに積んでるよくあったかいぬくもり、ぬくもりを感じる、スタバカードをかけてね戦いますので、そうしかも食べ物を今回用意していただいてありがたいね、しかもなんか前回食べたいって言ってた、いや美味しそう、初めて見ました、え、どこで売ってるんでしたっけ、ミニストップの X フライポテトと、でこれが、うん、ミニストップのいい匂いする、あのミニたこ焼きみたいなやつだよね、そう気になってました、この知らないよくわかんないミニたこ焼き、たこ焼きででん、全然です、これたこ焼きに見えないです、なんか鈴カステラみたいな、そうこれがたこ焼きなんですよ、なんと、じゃあ前半はこれを食べながら、食べたい、メールを読んだり、お腹すいた、はい、ちっちゃなゲームをしたりしようと思います、しましょう、はい、わいただきます、いただきます、え、そのね、うん、ナッピーが推してる X フライポテトが、 X フライポテト食べてみて、確かに X みんな今話題だよX、 あれ X フライドポテトじゃない、シルコットどこにやったの、あ、シルコットここです、ここです、 ありがとう、え、でも私まだ X にしてないんですよ、あ、まだ X になってない人だ、まだ青い鳥なんです、いいね、貴重だね、そう、ちょっと X がちょっと怖くて、なんか怖くないよ、ちょっとあのアイコン怖くないですか、ちょっとなんかまだ青い鳥にしてますね、あ、美味しい、美味しいですか、うん、初めての X、食べてやる X なんて、私は X になる瞬間を見届けた、たまたま開けようかなと思ったら更新中で開けられなくて、X になるってことじゃんって思いながら待ってたら X になってました、どうですか X、 なんか変わってみて、なんかリツイートとかツイートじゃなくなったのが、うん、らしいですね、うん、ポストでしたっけ、うん、私まだツイートで生きてますわ、え、食べてみて、初めての、美味しいから、え、たこ焼きなんですもんね、うん、なんか X ってさ、うん、謎の組織っぽいじゃん、いや、そうなんです、それがちょっと怖くて、うん、まだ青い鳥なんです、いただきます、うん、すごい見た目はこんな感じ、鈴カステラ、うん、美味しいよ、美味しいよね、うん、うん、そうなのよ、とっても美味しい、いっぱい入ってるし、タコさんはいないけど美味しい、あ、美味しい、ピリ辛でも、うん、私ずっとツイッターって言い続けるから、私もですね、うん、もう地元のさ、あのイオン高松東店のこといまだにサティって言ってるし、うん、でも確かに私もイオンのことジャスコって言っちゃうので、うん、ジャスコジャスコ、なんでですかサティですよ、サティサティもサティですよ、美味しい、これ何個でも食べれちゃうね、美味しいよね、これは買っちゃいますね、うん、うん、でも古い呼び方で呼んじゃう、うん、あの、うちの馴染みありますもんね、そう、フィギュアスケートのジャンプの呼び方もずっと古いのでつい呼んじゃうんだよね、いや、すごい、ジャンプも変わるんだ名前が、そう、なんか間にちょっと挟む、なんかね、今はオイラっていうジャンプがある、オイラ、そう、オイラっていうジャンプをずっとハ
ーフループっていうハーフループっていうのは2個前の名前なのよ。1個前に、でもハーフループの方が分かりやすいですね、うん、オイラーより、うん、1個前にシングルループにしたくなったんだけど、うん、そう、それがもうずっと前のやつでつい言っちゃうっていう、なんか慣れ親しんだものが、いいツイッターじゃん、ツイッターですよね、うん、X じゃない、うん、だってサティじゃん、ジャスコじゃん ね、 ねそうです、うん、なんで私ジャスコに全然あれかっていうと、香川ジャスコ自体そんななかったの、イオンはあったのにですか、イオンの中にジャスコが入ってた、あ、えぇ、ー、うん、そんななかったのよ、そうなんですねサティは私なかったです、逆にサティなかったんだ、サティは知らないです、やっぱ北海道と香川で、ね、全然違う、全然違う、じゃあメールを読んで、はい、行きたいと思います、はい、壁ネームゼラさんからいただきました、ありがとうございます、春瀬さん、相原さん、おかえり、ただいま、私は今日とあるイベントのため新幹線に乗って上京しました、あ、東京に来ました、うん、新幹線といえば東海道新幹線でのワゴン販売が10月末で終了してしまうということで、あの硬いアイスやお弁当が車内で買えなくなるのはちょっと寂しいですね、春瀬さん、相原さんは新幹線に限らず旅行中やお仕事の時に車内販売を利用されたことはありますか、車内販売の思い出などあればお聞きしたいです、よろしくお願いします、いただきました、私人見知りすぎて話しかけられない車内販売のお姉さんにでも私も車内販売で買わないかもしれない、うん、だって私の場合は実家帰るとき飛行機だけど、うん、そっか、なんか寝てたりするとあの、うん、オニオンスープとかジュースをくれるんだけど、うんうん、逃した時とかに話しかけられないもん、あのさっきあの、うん、オニオンスープあのいただけますかとかできないからもうなんかもうああ通り過ぎちゃったって我慢するしかない、うん、私あの、うん、いつも窓際の席を取るのね、うん、だから車内販売するってことは隣の人を介してもう一つ先の、そう、確かに私も窓際が好きだからお姉さんに話しかけなきゃいけないから、間の人もなんかね、気まずいかなって思って、ね、わかります、こいつなんかめっちゃ食いたいのかなとか、そうめっちゃオニオンスープ飲みたいのかなそう思われたら嫌だなと思って、でもさ飛行機のオニオンスープってめっちゃうまくない、めっちゃ美味しいんです、あれのために乗ってるまである、わ、うん、かる、そうあれ美味しいよね、本当に美味しい、あれが楽しみで乗ってますね、わかる、なんかでも私車内販売では買わないんですけど、うん、その新幹線に乗る前のなんかちっちゃな売店とかで、うん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 、例えばそこ限定の、うん、なんかビールとか地ビールみたいなやつとかお弁当は買ったりするかもしれないですね、わかる、うん、そこで買うかな、うん、そこで買うのがなんかこう旅の醍醐味みたいな、うんうん、いやそうなんですよね、うん、そこの地元だけのもの、わ、うん、かる、うん、新幹線って何回乗ったことある、結構乗ったことある、私全然ないです、なんか本当に修学旅行とかその例えば遠征するときとか、うん、修学旅行ってさ何乗ったの、何新幹線乗ったの？どこ行ったの？まず札幌の新千歳空港から、うんうん、まず京都に行きます。まずこれは飛行機ね。大阪京都に行きます。はい。はい、で大阪京都から、うんうん、大阪と京都を多分一泊ずつ楽しんだ後に、うんうん、東京に行きます。え何それ？え嘘？そんな日本なんかつつうらうらみたいな感じなの東京に行きます、嘘、確か その東京はあの多分新幹線で行った気がします、ね、すごいね、だいたいそのさ1個の地域で終わっちゃうよ修学旅行って、よそうなんですよ、すごいね、じゃあ東京で何したの、東京はもう自由行動で、うん、なんかどこまで自由なの、あどこでも自由です、うんなんかみんな行きたいとこ行って、私はディズニーランドに行ったんですけど、えそこまで自由、千葉に出てもいいの、あ OK です、 OK、 みんな自由、もうほんと自由なんですよ、えじゃあなんかえどこまで自由かちょっとやってみたくない確かに確かに、どこまで自由かやってみたいですね、うん、あ草津行ってきましたみたいなでも OK だと、なんか集合時間の、うん、帰りの集合時間に間に合えばどこ行っても OK みたいな、うん、えすごい、すごいですよね、何時間ぐらいあるの自由時間、あでも朝のそのホテルから、うんうんうん、でも朝はもう起きれば好きに行っちゃってよくて、で帰りの集合時間に間に合えば OK みたいな、帰りはもうそんなに
6時とか7時とかですかね。すごっ、もう、もうなんか個人旅行みたいな感じじゃない？そう、こんな自由でいいんだと思ったぐらい、そうだからみんな結構バラバラでも大体みんなディズニーランドとかに憧れるんで、その道民は、うんうん、いや憧れるよね憧れますよね、私もそうディズニーとか行って、うんうん、でやって帰っていくっていう感じで、楽しいね。楽しかったです。一大旅行だね。ナッピーどうなんですか、どこ行きました？私は小学校が京都、奈良、大阪3県回るみたいな、あ一泊二日だよ、でも奈良、京都、大阪近いですね割と、うん、小学校だからね。あ、小学校、え、ん、小学校に修学旅行があるんですか？え、なかった？宿泊研修、なんかなんかあのよくわかんない森に行かされる森でカレー作りさせられるっていうそれはさ宿泊学習でしょ。え、それ5年生の時。そうです、そうです、うん、6年生の時だよ。え、嘘、ないの？北海道ないのかな。ないです。嘘、 あったって。え、神戸に、神戸の、神戸にお住まいの人かな、あった、あ、ある人多いよ、やっぱ。あ、でもあったかも。あ、道内だ、道内。悲しい、あ、道内でもだってさ、多分私香川じゃん、はい、香川から京都に行 行くより多分道内行く方が遠いと思うよそのぐらい。どこ行ったの道内、うん、道内は旭川です。なんかマイナス21度を体験できるアイスパビリオンっていうところにあって、てかさ、もうさもう寒さなんてお手の物なのにねそう、だいたいなんかそのタオルを回すと、なんで道民が道民の気持ちをさ実感しようとしてるの。そうなんですよ。でもみんなタオル回すと固まるとか、うん、男子とかが脱ぎ出して、俺はマイナス21度でも強いぞ、俺は半袖でもいけるんだぞっていうバカな男子がいるのね。そういうのをやってましたね。そうなんだ。え、でもさ、うん、そこまで旭川遠くなくない？そうなん、全然遠くないんですよそうだよね、札幌とさ旭川って結構さ、うん、道内でもさ近い方じゃない？そうなん、近い話で、うん、でしかも私その時に怖い話があって、うん、そこで私の修学旅行であだ名が変わってしまった話なんですけども。じゃあそれまでは何だったの？アリーとか、アーリーとか、うん、アリサーだったんですけど、うんうんうん、あのバスで移動するんですね、うんうんうん、で帰りのバスで私爆睡しちゃって、うん、その小学5、6年生の頃に私徘徊癖があって。どういうこと？寝てるのに動いてしまうっていう癖を持っていて。無遊病があったのね、はい、だったらしいんですよ、うん、はい。でバス乗ってる時に、うんうん、私がいきなり立ち上がって、前の方の席だったんですけど、うん、一番後ろの席まで行って、うん、アリサ、アリサみたいな感じで止められて、車動いてるね、うん、なんかあの、うん、でっかい声で、うん、てつやのラーメン、てつやのラーメンって北海道にてつやのラーメンっていう美味しいラーメン屋さんがあるんですけど、うん、なんかいきなりてつやのラーメン、てつやのラーメン。でも寝てんでしょ、目つぶってんだよね。マリサどうしたとか言って言われて、なんか怒りながらてつやのラーメンって言って、うん、でやば、戻ったらしいんですよ、うん、で戻るんだ、ちゃんと戻るんだ気が済んだら戻んだ、うん、で私その頃割とうるさい子じゃなくて、うん、静かにね、おとなしくて、うん、ふんって感じの子だったんですけど、うん、起きたらいつも一緒にいる友達が待っててくれたみたいで、うん、ですっごいみんな引いたような顔して、うん、え、アリサ大丈夫みたいな。でもわかんないよね、記憶ないでしょ。もうついたんだ、ごめんとか言って、うん、あ、え、あ、もうついたんだ、じゃあ行こっかって言ったら、うん、なんか、え、アリサ覚えてないのみたいな、うん、そうだよね、周りからするとさとんでもない気候を目撃してるもんね。なに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 って言ったら、うん、アリサ、なんか、うん、あの運転動いてる時に一番後ろまで行って、うん、徹夜のラーメンで叫んでたよとかもうショック、あ、目立ちたくない女の子だったからもうショックで、それから名前てつやのラーメンあだ名てつやのラーメン、あだ名てつやのラーメン、てつら、おい、てつらが来たぞ。そう、ね、仲いい子ならまだしも、うん、あまりさ仲良くない男子とか、うん、てつやのラーメンの人だみたいな、やばいやばい、あの人が辛かったですね。あの先輩が去年の修学旅行で徹夜のラーメン、バスの中で叫んだ、徹夜の先輩だよ、徹夜のラーメンだよとか言って、やばい。いや本当に今はないのそれ？あ、今全くないです。なんか5年生6年生の時だけあったらしいです、うんうん、え、なんかさアルプスにいた？それまでいたかもしれないですねちょっとフランクフルトなれなかったなんか、ね、お母さんとかにハイジもそうじゃん、なんか、うん、かもしれないです。突然なんか寝てるのにさ、そうもみの木が見えるって言って飛び出すじゃん。一緒だ、一緒ですね。徹夜のラーメンに育てられた、もしかして徹夜のラーメン食べてきましたけど多分、うん、そ
そうか、いや、そう、食べたくなったよね。嫌な思い出を思い出しましたね。ちょっと今もあるんだったらポケモンスリープやってほしいけどね。やってます、やってます。今静かなんですよ。あ、静かなんだ。何もいつも録音しててほしいんですけど、ゼロ件って。ゼロ件なんだ。ゼロ件なんですよ。動きもしないし、多分怖くない？え、それはそれで心配なんだけど、寝返りぐらい打ってよ。ゼロ件なんです。録音されてないんですよ。私結構動かない方なの、うん、で、録音されてます？録音されてる、5件ぐらい録音されてるけど、めっちゃ録音されてる。でも私寝言は一切言ってなくて、多分その布団が擦れる音とか、多分犬が近づいてくる音とか、なんかそういうのは入ってるんだけど、うん、でもやっぱちゃんと寝返りしてんだと思って、私いつも起きた時に寝た時と寝返りしてるんですね。そう、姿勢が変わんないから、うそう、私ちゃんと寝返り打ってなかったらどうしようと思ってた。なんか血流がどうしよう、めっちゃ血流、私、うん、どうしても録音したくて、うん、毎回徐々に iPhone の位置をこのぐらいにしてやってるんですが、ゼロ件なんですよね。血流悪くなってますかね。なんか悪くなりそうで怖いんだけど、どうかわかんない。ごめんなさい、それで、あの、奈良から京都、その話戻る。いい、無理だよ、無理だよ。だってアーリーの哲也のラーメン聞いた後にもう無理だよ、なんもないもん。え、奈良京都、他には行ったね、中学校高校とか。中学が沖縄。あ、わ、沖縄行きたいんですよ。高校が北海道。わー、いいなー。割と中間地点だからどっちにも行けちゃうみたいな。いいですね、沖縄憧れました。沖縄も楽しかったけど、ま、海には入れなかったし、北海道は何したんだろう。ジンギスカン食べたよ、うんうん、やっぱりそうですよね。ジンギスカンが海鮮ですもんね、うん、でもそんなもうアーリーのようなエピソードがないもん。私には。いや、本当にあれ辛かったですね、うん、すみんなの顔を見れなかったですもん、あの時。そうだね。合流した後にそれはね、びっくりするよね、覚えがないから。そうなんですよ、ね、とりあえずみんながドン引きしてる顔っていうね、これ以上のエピソード、ね、多分これから出ないよ、誰も。徹夜のラーメン話でした。それどこでも話したことないの？一回、多分ファンの人は知ってる、うんうん、話一回で済んでるんだ、こんな面白い話。私ならめちゃめちゃこすっちゃうよ。ちょっとやばい人じゃないですか。ちょっともうちょっと仲良くなってからじゃないと話せない内容なんで。そうか、じゃあもう壁のみんなと仲良くなってるから。そうです、そうです、そうです、そうです。話せる話ね。最初に話すとね、ちょっとこの人やばいなって確かに思っちゃうからね。よかった、よかった、ね、ありがたいね。これでもこんな話してもアーリーかわいいよ、アーリーって言ってくれるよ。ありがたいね。言ってた、言ってた言ってる、言ってる、アーリーかわいいよ、アーリーって言ってる。ありがたいね。ありがたいですわ、はい、じゃあ続いては、うん、こちらを読んでいきましょう。はい、うん、はい、じゃあこちら、壁ネームゆか男ひかりさんからいただきました、うん、ありがとうございます。春瀬さん、相原さん、おかえり、ただいま。暑さと湿気で壁も腐ってきた今日この頃、やばい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 。いかがお過ごしでしょうか。今年はようやく夏らしく各地で花火大会が開催されているようで、電車に乗っていると浴衣の女性を見る機会が多くなりました、うんうんうん、2人の浴衣姿、壁朽ちるまでにぜひ見てみたいです。とはいえ、買うにせよ借りるにせよ着付けるのにもお金、とりあえずそこでとりあえずお二人が着るならどんな柄、デザインの浴衣か教えてください。脳内保管します。その絵を想像すれば白米、いや夏なのでそうめんを梅雨なしで5束はいけそうです。やばい、梅雨なしで梅雨なしでよろしくお願いいたします。小麦だね、浴衣は。なんなんこのメールのさ、最初の感想が小麦だねって言わない。そうめんはね、梅雨なしだとほぼ小麦感しか残んないですよね、うん、っていう思って、なんか小麦だねっていうのが気になっちゃった。浴衣は着ましたか最近？持ってない。あー、じゃあもうしばらく着てないですか。そんなびっくりするってことあり？持ってんの浴衣？持ってますよ、家に。はい、でも全然着てないです、うん、だからなんか大丈夫かなって感じですね。あの日舞で必要、あのマウスの養成所に日舞があって、うんうんうん、日舞で浴衣が必要だった。日舞って授業があるんですよ。でなんか それ多分さ、ジュリ戦だよ。ちゃんと日舞やった。やってました、やってました。トゥトゥトゥみたいな。あ、なるほど、よかったよかったよかった。これ絶対これじゃないから。でなんかそれで浴衣必要としてたんですけど、うんうん、でもなんかプライベートで浴衣着るっていうのは本当何年もないかもしれないです、うん、
そうなんだ、うん、いや私ももう15年ぐらいは来てない。そんなに、うん、浴衣着てないな。ね、なんかみんな最近ね浴衣着てるから可愛いなって思いながら。だから着付けは多分、うん、忘れてなければ多分できるけど、でも浴衣の簡易的な帯ならできるけど、確かに最近流行ってますもんね、簡易的な。本格的な帯はなんか何帯かによるけど忘れちゃってる気がする。あ、うん、一人でやるの大変なんで帯。うん、難しいですあれ、うん、どんな柄のやつ着たいですか、デザインとか。うん、なんかシンプルな、うんうん、でもちょっとレトロなやつが着たい。なんか大正ロマンみたいな。うん、絶対似合う、ナッピーの想像できます、うん。アーリーは、私はその日部は日部は普通の安いやつなんで、うん、ピンクの浴衣です。ピンクと赤の浴衣ですね。でもなんか最近ちょっとなんか茶色っぽい感じ、なんでしょう、なんかし可愛い、うん、チョコとピンク、チョコとピンク、茶色とピンクみたいな、なんか、うん、ちょっとなんか浴衣っぽくないんですけど、うん、可愛い浴衣みたいなのが今売ってて、うん、あるんですよ。なんか浴衣っぽいカラーじゃないんですけど、うん、なんかかわキュート可愛い感じの浴衣が売ってて、え、なんかそういう平成浴衣みたいなやつ。いやなんか平成でもなかった、令和。じゃあ私知らないかもな。そう、最近の浴衣なんか結構レトロブームなのか、そういう感じの。でも帯とかふわふわのやつとか可愛いなって思いますね。ふわふわのやつあれね、子供とかが着てるとすごい可愛い。確かに。ありがとうございます、はい、想像できたでしょうか。想像できたかな。そうめん食べれるかな。じゃあ続きまして、はるせさん、あいはらさん、おかえり、うん、ただいま。あ、壁ネーム言うの忘れた。壁ネーム細さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。先日はるせさんがインスタライブで話していた新宿の某うどん屋さんですが、うん、毎日のように近くを通るので存在は知っていたのですが、うん、今まで入ったことがなく、これを機に入ってみました。なんだろう、いやそう、美味しいうどん屋さんがあって、期間限定の豆乳黒ごま冷やし担々うどんを食べたのですが、うん、めっちゃ美味しい。すっかり気に入って週に4回ぐらい同じメニューを食べています。冷たいので暑くて食欲がない時でも美味しく食べれるのがいいですね。はるせさん、あいはらさんは週に何度も行ってしまう店や同じメニューを毎回食べることとかありますでしょうか。うーん、で、ある。そう、私のおすすめのね、新宿にあるうどん屋さんなんだけど、鶴越初めて聞きました。ね、気になる。 そこのうどんがすごい、私が出汁がすごい好き。もうナッピーが、もう香川の人が言うならもう大正解な気がする。めっちゃ美味しいのよ、鶴越。そこのうどんをおすすめしたらもう行ってくださったみたいで、メニューも美味しそう。豆乳黒ごま冷やし、私種類しか食べたことないけど、うん、めっちゃ美味しい。週に何度も行っちゃうお店ある？なんか毎週は行かないんですけど、私でも結構ハマったら同じメニュー食べちゃう人で、わかる。でもよく行くなってお店は、油そば屋さん。油そば、うん、東京油組っていう、結構どこにでもあるんですけど、うん、東京の見る、そう、うん、あれ一回食べたらもうやばいですよ。油そばって美味しいよね。私もなんか油そばってなんか名前がちょっと抵抗あったんですけど、食べたら普通のラーメンよりもなんかヘルシーらしくて、うん、って書いてあるよね。そうヘルシー、油組に書いてある。油組で書いてます。書いてます。油そばって書いてあるけど、からカロリー高そうに見えるでしょ、実は違います、ね、いやそう書いてあるんだよね。それにもう釣られて食べて、それはさ、スープ飲む人に関わってくるからね。確かに。スープを全部飲む人よりは多分カロリー、うん、確かに抑えられる気がするけど、スープ飲まない人からすると全然どうかなって私はそれを最初に見た時に思った。でもしかも私あれ、あれにするんですよ。普通の盛り、大盛りのダブル盛り、うん、ダブル盛りがあって、2玉みたいな感じかなですかね。無料なんで、うん、ダブル盛りにするんですけど、無料なの、ダブル盛り。ダブル盛り無料なんですよ。すならダブル盛りにしようってなって、うん、結構一人でも女性でも入りやすいので、うんうんうん、ダブル盛りしちゃいますね。油そば行くな、うん、油そば美味しいよね。美味しい。私も食べてないけどちょっと行きたいな、油そば、うん、でも私最近何言ってるかな、めっちゃ同じものを
食べてるってことあるかな。でももう何度も言うけど、うん、バーガーキングは同じものばっかり。え、バーガーキングばっかり食べてるんですか。あの普通のチキンナゲット。あ、チキンナゲットなんだ。なるほど、ずっと話してますもんね、ナゲット美味しいって。あとはあの最近ではないんだけど、うん、あのご飯バーガーが美味しいって聞いて、おロッテリアのご飯バーガー食べてめっちゃ美味しくて、うん、なんか見ました、ご飯バーガー屋さんができるらしいですよ。モスでしたモスでした、モスバーガーでした、モスバーガーでした、忘れてくださいどうぞ、ロッテリアでした、ロッテリアのご飯バーガーちょっと気になるモスのも絶対美味しいじゃん。昨日ニュースで見ました、うん、なんかあのねマックのは海苔がついてないんだけど、うん、ロッテリアのは海苔がついてて、その海苔が私的には海苔が異常に好きなのね、なんかもうおかしいぐらい海苔が、海苔がそう、子供の海苔が、子供の頃じゃなくて海苔がおかしいぐらい海苔が好きで、なんか味付け海苔が好きな家じゃなかったの、うちの家みんなその普通の海苔を食べてるんだけど、お歳暮でもらったりするじゃん、味付け海苔、はい、なんかでっかいカンカンに入ったやつをこうむしゃむしゃあのおやつ代わりにずっと食べてて、こいつは海苔が本当に好きなんだみたいな感じで、おばあちゃんがいろんな海苔をね、そのスーパーで新しい味付け海苔見つけたよっつって買ってくれて、なんか旅行行ったらみんなが あるじゃん、味付け海苔さついてるじゃん、旅館とかにそれをみんながこうくれるっていうかわいいのがあったんだけど、でもその海苔がついてるのがいいなと思ってロッテリア食べてたけど、かわいい海苔好き。モスバーガーこの間久しぶりに入ったの、うん、10年ぶりぐらい。おお、めっちゃ久々ですね。そう、めっちゃ美味しくて、うん、なんかあのポテト変わったよね。私もロッテリア全然、ロッテリアじゃないです、モスです。あ、モス、あ、うん、かモスです。あ、そうなんですか、モスです、モスです。モスバーガーそんな私意識してなかったです。変わったんですね。そう、変わったよね。なんか太めのポテトじゃないんですか。そう、なんかホクホクなさ皮付きポテトだった気がするんだけど、うん、それがなくなってて、なんか私の好きな、なんか X フライポテトみたいな、うん、ちゃんとホクホクも楽しめつつカリカリも楽しめますみたいなポテトになってて、めちゃめちゃ美味しかった、うん、からちょっとモスも通いたいって思っている。美味しいですよね、モス。美味しいよね、確かに美味しい、はい、ということで通っちゃいます。うん、もう前半が終わっちゃう時間になってしまった。終わっちゃう時間ですね。話すのが楽しすぎて、楽しすぎてましたね。ゲームちょっとここってやろうかと思ったんですけど、ゲームをね、うん、じゃあ後半に入ったらやろうと思うんですけど、はい、どうする、ゲーム何からやる、このもう一回並べるね。そうなんですよ、もう一回並べる。あ、画角変えてくれた、あ、嬉しい。このバスケとかいろいろあるんですよ。なんかめっちゃ飛ぶ猿とか、そう、猿飛ばしたり、お寿司を積み上げたり、お寿司もあるし、この前の前回のアトラクションもあるし、あのやばいゲームもあるしなんか買ってくれた人いましたよ。嘘、これ買ってくれたの前壁見て、前回のもあるのよ、うん、なんかボール並べたりとか、うん、そう、カーリングみたいなのとか、ね、ちょっといろいろあるんです。うん、10種類ゲームがあるので、わー、いっぱい、10種類、10戦して、はい、先に5戦した方の勝ちとなります。これがかかってますからね、スタバカードが、スタバカードででん、はい、手にすることができます。飲むぞ、いっぱい飲むぞっていう、やっぱ気持ち、気持ちから入って、気持ちから入って、ね、全然まだ獲得してないですけど気持ちから入るのは大事ですね。気持ちから入っていかないとね、飲みたいぞって。スタバで美味しいね、うん、フラペチーノをたくさん飲むために私たちは頑張りたいと思います。今、フラペチーノの時期ですからね、ね、熱いんで。あれ飲んだ、もも、ももアレルギーなんです。そうだった、ティーティーそう、今、今宵はももじゃないですか、今、うん、もう今宵は桃桃の時期じゃないですか、うん、もう全然食べれなくてそうだよね、桃とあとさくらんぼダメだっけ、はい、ごめん咳してる時にごめん、むせちゃったね、ごめんよ。でもさ、北海道ならではだと思うんだよね、なんか白樺がダメな人なるんじゃなかったっけ。そうなんです、うん、ね、そうなんです、そう、同じ、ごめんX フライドポテトが喋るんじゃねってX フライドポテトが入っちゃ
ゃったらね、喉に。杉山さんも、杉山里帆さんも。そう、そう、私杉山さんからアレルギーの話聞いて、うん、待って、北海道っていうことは分かったぞ、そういうことかって。そう、コナン君だ、白川だみたいになって、なんか五十嵐さんにアレルギーとかないんですか、うん、ないねって言って。そうか、そう、全員が全員あるわけじゃないんですね、あるわけじゃない、北海道の人がって思って。くしゃみが止まんなくなるんです、食べたら。そうなの、くしゃみなんだ。私はくしゃみです。あ、喉も痒くなるんですけど、なんか花粉症みたいな症状になって。そうなんだ。そうなん、白樺がね、あるからこその北海道の。そうなんですよ、独特な、うん、花粉症ですね。よし、ちょっと、はい、私が得意なゲームからやりたい。もう本当に何が得意ですか、この中だと。ない。ない、ないけど、これ結構意外とみんな簡単そうに見えて難しいんですよ、ね。うん、さっきちょっとテストプレイした感じ、本当にアーリーがすごい上手だったやつとかもあって。頭使うやつですね。そう、頭使うやつ。あれめっちゃ上手だった。2連敗したけど、マネージャーさんに。いや、マネージャーは強すぎた。そう、どうしよう。最初はさ、なんかこう簡単なのから。うん、確かにこの赤ちゃんマークついてる。赤ちゃんマークついてる。なんかこれ赤ちゃんじゃないですか。これ赤ちゃんブランドじゃないの。赤ちゃんでも使えるよっていうようなことじゃないよ。だってほら、一国みたいな書いてる。あ、切り替えだそうです。じゃあ後半で、はい、皆さん特番ぜひ、私たちは勝負したいと思います。特番じゃないです。